皆さんこんにちは。大相撲の幕内経験者で首の怪我で休場していた炎鵬が名古屋場所2日目の15日7場所ぶりに復帰しました。今回はそんな今話題の炎鵬についてまとめてみたので皆さんにお伝えしていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。炎鵬は石川県金沢市出身で伊勢ヶ浜部屋所属の現役大相撲力士です。入門時は宮城野部屋所属でした。令和6年1月場所までの四股名は炎鵬明、本名は中村優也。身長167cm、体重102kg、血液型は AB型、最高位は東前頭4枚目。2020年3月場所で目標とする力士は兄弟子の石浦だそうです。7場所連続で休場していた炎鵬が420日ぶりに涙の本土俵復帰を果たしました。炎鵬は167cm、100キロ足らずの小さな体で館内を沸かせる現役屈指の人気者。東前頭4枚目まで番付を上げ、19年名古屋場所では技能賞受賞。しかし十両だった昨年夏場所9日目に異変に襲われました。持病の腫痛が悪化し、初日から9連敗を喫した後に部屋へ戻ると突然倒れ、首から下が痙攣を起こして翌日から休場。脊髄損傷のため2週間の入院中は寝たきりだったそうです。当初は握力が10キロ程度まで落ち、箸も持てなかったとのこと。医師から手術を勧められ、日常生活に戻るために相撲は断念するよう告げられました。当時師匠だった宮城の親方、元横綱白鵬からも今までよくやったと声をかけられたほど復帰は厳しい状況だったそうです。番付は序ノ口まで陥落、清水海、境川に敗れましたが大勢のファンを魅了しました。普段は人もまばらな全体2番目。午前9時30分過ぎに500人近いファンが駆けつけていたようです。取り組み前から炎鵬をの声は途切れませんでした。今は販売していない四股名入りタオルを持参し掲げる人も多数いました。初めて番付に四股名が載った17年夏場所以来、7年ぶり2度目の序ノ口土俵はその時よりも緊張したとのこと。日大出身のホープを相手に自分がやってきたことを見せたかったとまっすぐぶつかり、上手出し投げに敗れました。待ち望んだ本場所に最高ですと笑い、周囲の支えに感謝しかないと涙。420日分の思いを込めた一番でした。炎鵬は相撲は諦めてくださいと首の大怪我で医師から引退勧告を受けていたようです。当初は日常生活どころか立ち上がるのも困難な状態だったようで、引退を考えたことはありました。何十回何百回もと語っています。炎鵬はそれでも諦めず、昨年末に実践的な稽古を再開しました。しかし所属していた宮城野部屋が閉鎖、今春に伊勢ヶ浜部屋に転籍すると同部屋となった横綱照ノ富士に、このままじゃ無理だよ、その番付なりの相撲しか取れないと突き放されたそうです。大関から序二段まで番付を落とした後、横綱に上り詰めた経験者に覚悟の足りなさを指摘されました。その厳しくも愛情あふれた言葉も自身を奮い立たせる原動力になったと語っています。恐怖心が完全に消えるまで稽古を重ね、迎えた今場所、命がけと言ったら大げさだけど、いつ最後になってもいいと炎鵬は意気込んでいます。そんな炎鵬ですが、元幕内で西序ノ口13枚目、復帰後初白星を挙げました。東序ノ口13枚目、熊の花竹熊との一番は右で張り気味に立つとすぐにもろ差し、そのまま一気に出て寄り切りました。7場所連続休場明けの土俵となった2日目の一番相撲こそ黒星を喫しましたが、十両だった昨年春場所千秋楽3月26日以来478日ぶりの白星。炎鵬の四股名が呼び上げられると同時に館内には拍手と大歓声、さらに熊の花を寄り切ると再び拍手喝采が起こり、勝ち名乗りで3度館内が沸きました。最高位前頭4枚目の人気小兵力士とはいえ、序の口では珍しいほどの大歓声、まるで館内が一つになったかのような独特な祝福、感動の雰囲気に序の口の声援じゃない、感動した、よく頑張ったなどの声が相次ぎました。やっぱり勝つって嬉しいことですね。昨日敗れた2日目の15日はいい報告ができなかったので、まず一ついい報告ができると思いますねと炎鵬もしみじみ語っていました。再起不能寸前の状況を乗り越え土俵に戻ってきた炎鵬。炎鵬自身も何十回も何百回も無理かなと
と思いました。と引退は何度も頭をよぎったそうですが、相撲は生きがいとするだけに諦めきれなかったと言います。手の感覚を取り戻すため、一本の紐を結ぶ練習から始まった。壮絶なリハビリなどを乗り越え、土俵に戻ってきました。復帰したことで周囲の反響も大きかったそうで、想像以上に皆さんに見ていただいて、ここまでやってきてすごく良かったなと思いました。これからさらに頑張っていかないと、という気持ちになりました。と一層、気合を入れています。一番相撲の後は、現在は伊勢ヶ浜部屋付きの宮城の親方から、硬すぎだよと冗談も交えながら、ねぎらわれたと言います。また同部屋所属で、両膝の怪我などで大関から序二段まで、転落しながら横綱となった照ノ富士からも、声をかけられたそう。炎鵬は、最初はダメ出しでしたけどね、と苦笑。その番付の相撲しか取れない、と以前から言われていて、横綱も、下に落ちた時はそうだった、と、土俵に上がってそれをしみじみ感じましたね、と話しました。首の大怪我からの復活途上だけに、毎日、体の状態は自分でもわからない、相手以外にも見えないものと戦いながら、やっていくしかないのかなと思います。と慎重に自らの体と向き合っていくしかないようです。しかし、関取返り咲きへの希望は失ってません。最後に、そんな今巷を賑わせている炎鵬の、結婚相手や恋愛事情についても調べてみました。宮城野部屋の炎鵬は可愛いとか、イケメンなどと言われ、女性に大人気ですよね。そんな炎鵬は結婚しているのでしょうか。調べてみたところ、炎鵬はまだ独身のようです。しかし力士の中には結婚してもすぐに発表しない人がいるので、炎鵬もこっそり結婚している可能性がないわけではありません。霧島関、元霧馬山は、2023年3月場所で幕内初優勝を果たした時に、結婚してすでに子供がいることを明かしていましたね。炎鵬は2020年時点では雑誌社の取材に対し、次のように話しました。結婚願望は今は全くないです。でも子供が大好きなので、30歳くらいまでにはしたい。炎鵬は1994年10月18日生まれなので、30歳ももうすぐです。子供が大好きなら、2、3人は欲しいのでしょうか。ご結婚されてないのなら、彼女はいないのでしょうか。現在お付き合いされている女性についての情報は出てきませんでしたが、炎鵬はジャンクスポーツに出演した時に、昔の彼女について話していました。炎鵬は中学生の時の同級生に初恋して、付き合っていたそうです。彼女とは6年半ほど付き合ったのですが、喧嘩した隙に他の男性に取られたということでした。それで腐っていた時に白鵬にスカウトされ、人生一度きり、後悔しない道を選べ、と白鵬に言われて、角界入りを決断したのです。炎鵬は振られた彼女に対し、見返してやる、との思いもあったようですね。もし彼女と続いていたら、相撲の世界には入っていなかったので、今では彼女に感謝しているそうです。それ以降の彼女の情報は、残念ながら出てきませんでした。炎鵬は温泉が好きだそうで、デートするなら温泉に一緒に行ったり、家でゆっくりするのがいいそうです。人気力士なので外でデートしていたら目立つでしょうから、もし彼女がいたら家で会っているかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。まだまだ完全復帰とは言えない炎鵬。しかしそんな状況下でも、しっかり自分で切り開いて、誰も想像できない未来を作りたいですね。と力を込めています。今後の活躍に大いに期待ですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。